さんこんにちは、白黒チャンネル黒猫のチュニーです。グッドゲームガールズチャンネルのみさしるです。はい、本日もファイナルファンタジーブレイブ X ビアス公式チャンネルやってまいりました。イエイ、イエイ。ということで本日は、素敵なゲストをお呼びしております。はい、FNS ヒロノでございます。もうすでに何回になりますかね。いやー、そうですね、はい、重ねてまいりましたね、回をね。意外にちょっと実は今日あれですよね、うんうん、雰囲気変えてますよね。そうですね、撮影場所がね違うんですけどね。はい、じゃあちょっと新規一点なのかお願いします。引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでヒロピーに来ていただいたということで、はい、本日のコーナーはヒロピーに聞こうパート9ということで9回です。9回目です。すごいですね。本日もですね、あのユーザーの皆さんからたくさん質問をいただいておりますので、そちらに、ヒロピーに答えていただこうというコーナーでございます。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、ペンネームレイさん。レイさん、女性の方ですね。はい、うん、ありがとうございます。ユニット図鑑に関する要望です。戦闘時のユニットたちは通常攻撃以外にも体力低下、スキル使用時、魔法使用時、勝利時、LB のモーションといろいろモーションがあって見てて楽しいのですが、図鑑などで通常攻撃モーションしか見られないのが残念です。確かに。ユニット図鑑で様々なモーションを見れるようにしてほしいです。うん、そうですね。そうですね。おっしゃる通りですね。そうですね。あるあるですね。あるあるですね。ユニットのドットには、だいたい9種類ぐらいパターンが入っていて、はい、その通常待機モーション、攻撃モーション、うん、魔法エーション、うん、前の確かにこういう準備してる時ですね。活動してるところ、はいはいはい、あと瀕死状態ありますね。倒れてしまう死亡バージョン、はい、であとは勝利ポーズ、はい、あとはリミットバーストの確かにシュールですよね。なんか図鑑です ね、 なんかねパターンみたいになってる。押すとこっちゴルベーザさんすやーみたいな結構シュールですけどね。キャラクターによっては特殊モーションがあって、はい、それをジャンプしたりとか、はい、ああ確かに確かに、あとありますね、魔風景みたいに、ああ確かにそうですね、モーションがあったりするんですけど、うんうん、確かにそこまで作っているので僕らもちゃんと見ていただきたいんですけど、うん、今その機能がなくてですね。そうですね、見せたいんですが、他に優先すべき、まあ、この9回もやっていましてですね、あとニコノマの方でもさせていただいている通り、いろいろとこう皆さんの要望をいただいてますので、あと、まあ、これからパワーアップどんどんしていく開発も続けているので、うん、優先度的にですね、うん、ちょっとまだこちらの方にやんなきゃなと思っていながらも手がつけてないというか、なるほど、状況なのが事実です。なんでちょっとこちらはまだ優先度が低めなので、いずれ直していっていずれこう入れていければいいと思ってるんですけど、まだまだちょっとしばらく時間かかりそうかなという、なるほど、まあ、でもね、こういうご意見いただくとね、はい、一応その開発のご要望一覧には載ったと、ヒロピーのあの中のご要望一覧には載ったということで、はい、やらなきゃいけないことですが入りました。皆さん、はい、ありがとうございます。じゃあ次どうぞ。はい、というわけで本日2つ目の質問です。うん、僕の記憶を空へ預けに行くよさん。あ、ちょっと待って、これ誰かのセリフじゃない？え、違う？ビビとかのセリフなんかちょっとなんだか違う？ほら来た、すごい、チューニーちゃん撮ってましたよね、今撮ってましたよね、これ採用すごいすごいすごい、ほら来た。結構好きなんだからビビビビ最後ちょっと泣いちゃうんだからない。ビビ好きな人多いですからね。はい、というわけで、はい、僕の記憶をそうですね、空へ預けに行くよさん、うん、いつも楽しくプレイしています。ありがとうございます。公式チャンネル見てて思ったんですが、うん、チューニーミトミソシーのチビキャラが可愛すぎます。もちろん本人もありがとうございますありがとうございますよろしく。そこでお願いがあるんですが、うん、チビキャラたちがゲームに登場、イベントなどでゲットできたらいいなと思うのですが、恐縮ですチューニーの攻撃は猫なので引っかき、ミソシーはお椀が落ちてきて全体攻撃みたいな、かわいい、大変だと思いますが、そういった遊び心あってもいいのかなと、ぜひよろしくお願いしますもう恐縮すぎますね、恐縮すぎますね我々のチャンネル登録が100万ぐらいいったらやってくれるんじゃないですかね。そうですね、価値がでも確かにそうやって何らかのこうハードルというかね、目標値を設けてそれを達成できたらみたいなのは
すごくこうやっぱエンターテインメントなるほどね。確かに熊本は一生かかっても気がしないですね厳しいな。10万円にしときますか。いやそれは目標は高く持ってやっていくのがいいと思う。これなんかあれだね、味方キャラだとさ、なんかあれだからさ、もう敵キャラでいいよね嫌いな人も楽しめる。そうだね、あいつ殴りに行こうってみたいな、とても楽しめるのがいいね。そういうのいい ね、 そうだね。でせっかく公式チャンネルもあるので公式チャンネルと連動したイベントみたいなのがあ、なるほどね、うん、あった方がやっぱ面白いと思ってるんですよ、ねうんうん、なんですけど、まあ、あのいろいろと優先すべきそうですね、はい、そのせね制作しないといけない、はいはい、まだ登場してないキャラクター、ね、そうですねだったりオリジナルキャラクターだったりそうですね、そのまま差し置いてね我って全然来れないですよね、はい、もう少しあの安定をしてもう少しこう余裕が持ってできるようになってきたら、なるほど、含めて一緒に考えていきたいですけれども、じゃあヒロピーのリストに載ったということで、あでもうまい形でこうなんだろう、みんなが納得するとか、うん、みんなが盛り上がる形で一緒にあの連動できたら楽しいので、それは一緒に考えていけるといいですね。うん、はい、ぜひぜひ、うん、ぜひよろしくお願いします。うん、もう本当やられる系でね、やられる系でね。いいはい、でもその場合大体あれですよ、その敵キャラで出てきたら全然いいです。脱いでく系になっちゃうんですけど。だんだんボロボロになってくるみたいな。SP 半分切るとなんか衣類が乱れていく。第二形態とか第三形態とかやばいな。怖いです、ね。敵キャラ出ることそういう危険性ある。いやもう全然なんか三割増しぐらいでやっていただけるやってる。なんならあのスクエニさんのあの素晴らしい CG で、ね。あそうだねそうだね。モンスターにしていただけるの。七英雄みたいになっちゃうよね。コラボ。最終的にチューニーちゃんと私がこうやってくっついてる。ワンニャーみたいになって面白そうです、はい、でも面白いこと考えたいですね、はいまあ、でもこういうご意見も嬉しいですね、はい、嬉しいです、次ゴーシさんからの質問です。サマネ、はい、いつも楽しくプレイしています、覚醒に必要な素材、うん、新結晶、新魔結晶がありますが、はい、新結晶の方がたくさん使い新魔結晶が結構残ってしまいます、うん、そうですね、うん、そこで新魔結晶を解体して新結晶をにできるようにしていただけませんでしょうか。新結晶が足りなくて3から4にするのを戸惑ってしまいます、ぜひご検討よろしくお願いします。わかりますよ、わかりますよ。これは新魔結晶を勝ち割ったら3つぐらいなんじゃないかなって思いますもんね思います思いますそうですね、素材を解体して別の素材にするっていう仕様はないので、うんうん、ちょっとこのなご要望にはお答えできないかなと思うんですけど、まあ、新結晶が取りづらいみたいなところはあったりするので、うん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 、多分そのイベントとかをプレイしていただければ、うんうん、新結晶が取りやすくなったりとか、なるほどなるほどなるほど、そういうところで何でしょう、通常のプレイだけじゃなくていろんなプレイをしていただくと、うんうん、手に入るような。最近よく落ちますよね。最近よく落ちますね。あの仲介で茶色いチョコのね。茶色いやつでね。右側でね。そうですね。もらって出ますよね。出ますね。4個ぐらい落ちる時ありますからね。あれいいですよね。あれ素敵ですね。まあでも素敵的にそういう、そうですね。なんですかね、素材の不足を解消するような、はい、まあイベントとかにちょっと組み込んでいくみたいな感じにしていくっていうことですかね。うんうん、もちろんお客さんの反応とかを要望はいただいて。いただいた上でそのイベントって作ってますので、そういうところでフォローアップできるといいかなと思います。なるほど。もうちょっとこの先のことがいろいろとできてくると、今告知してますけど、うんうん、もう出てるのかな、うんうん、ライトニングとかね、うん、星6のための素材っていうのがまた出てくるので、あ、その、はい、新しく素材が必要になるということなんですけども、うん、まあ、ライトニングさんね、持ってる人だけ回る感じになるっていう感じですかね。うん、まあ、どうせ星6がライトニングさんをきっかけに出てくる。なるほど。ますので、他にも、どのキャラクターが星6になるかは、これから新キャラが星6になるだけではなくて、既存のキャラ、既存のキャラも、もちろん、そういう予定でおります。怖い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 。なので誰が来るかは分かりません。誰だろう。ちっちゃい声で、ちっちゃい声でいいじゃないですか。教えてくださいよって。まあでもね、主人公キャラとかは結構来てほしいですけど、だからね、欲しいね。このエクスビアスのオリジナルキャラクターたちも活躍していきますので、おそのあたりも。なるほど、楽しみですね。はい。はい。はい。
はい、はい、いつも FFME を楽しく遊ばせていただいています、うん、先日は発売されてすぐにサントラの予約もしました、うん、発表されてすぐにサントラの予約もしました、うんうん、早速なのですが私は素敵な BGM を聴きながら探索するのがとても楽しくて大好きです、うん、しかし戦闘に入ってしまうと曲がまた最初に持ってしまうなかなか最後まで行くことができません。わかる、うん、立ち止まって聴いていては進まないし、うん、戦闘後に BGM が最初に戻らず途中からということは可能でしょうか。難しいと思いますがご検討よろしくお願いします。確かに。あと FFB オリジナルのキャラたちに設定画などは存在するのでしょうか。ドット絵ではわからない服の細かいところはどうなっているのか気になります。これからも開発頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。一個一個行きましょうか。はい、サントラありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に素晴らしい曲がたくさんありますので、はい、サントラをきっかけにいろいろと聴いていただけると嬉しいなと、うん、ゲーム中ですよね。そうですね、探索しながら、まあ、確かに立ち止まっていては進めないし、進めないですね。難しいですね確かに、うん、うん、でもまあ、 そのためにもサントラがあると。そうですね、というところもあったりしますので音楽をじっくりと楽しみたい方はサントラを、うん、貼っていただいて、うん、はい、お手元の端末なり、うん、もうあるのかな、 CD ウォークマンを使ってる方は CD ウォークマンそうですね、なりで聴いていただけるといいかなと思います。これ私、うん、いいですか、うん、いつもやってるんですけど探索の時好きな音楽を聴きたい時に、はい、設定画面で BGM を切って、うん、効果音だけ残すんですよ。でバックで音楽を流すんですよ。だから自分の好きな音楽を聴きながら効果音ありで探索できるんですよ。集会の時私これやってるんですよね。わかりますわかります。なんでサントラ買ったら私絶対これやろうと思ってるんで、皆さん好きな曲をバックで流しながら効果音だけ残して、そう、曲とかを聴きながら。スマートフォンならではのマルチタスクですね。そうですね、マルチタスク機能で、マルチ機能ですねこれ。ぜひね、これお悩みの方ぜひやってほしいですね。うん、仲間がきっといるはずなんで。そうか、リピートもできるし、ランダムもできる。できますね。いけますね、それ。面白い。ぜひぜひやってみてください。ひよこさんはね、サントラね、予約して、はい、購入されるってことで、今の味噌汁プレイを。味噌汁ね。はい、ぜひぜひやってみてください。あとは、オリジキャラ、オリキャラの設定、ね、設定が。オリキャラの設定画は、まあ、公式 の、 ニコ生の方でも発表させていただいている、うん、CG モデルがあると思うんですけど、うん、あれと、あと天野義坂先生に描いていただいてた、うんうん、イラストがありますので、うん、こちらが基本性の設定という資料になりますので、まあ、ちょっとそれをね、ちゃんとお見せするというか、うんうんうん、頭の先から爪の先までそうですね、爪先の先までつま先まで爪の先ではこの辺だったそうですね、この辺で終わります。意外と小さい意外と小さいなのでそこをちょっとご覧になっていただけるような、うん、きっとね、この味噌汁さんとか、うん、スプレとかね、はい、いや本当そうなんですよ。裏側とかね、やっぱりあれですね、詳細必要。脱いだらどうなってるのとかね。ローゼリアのコスプレしたくてしたくてたまらないんですけど、どうなってるかわかんないんで。あ、そうだね。さらにそうなんですよ、まだのね、オリジナルキャラはその、ね、CG でもないっていうのがあるんで。そうですね、確かにそうですね。レインとかラスベルたちはやっぱりその天野先生の絵とか、うん、CG モデルあるんですけど、うん、確かにローゼリアとか、うん、そうなんですよ、メリウスとかね、こっちかどうなってんのみたいな。そうなんですよ、とか、ね、どうなってんのか。確かにそれはドットしかないですねあーなんてこった早いので作るしかないですね。あ、じゃあちょっとでもこれってこれこそまさにお客さんと共に作っていくっていうのもありだと思っていて、はい、イラストコンテストみたいなね。あー、いいですね。逆にやらせてもらえればそれやりたいですね。やりたいですね。あとはヒロピーのはちょっと立て加減で別の方向でやることだと思うので、そうですね、開発メンバーがね、はい、開発じゃないところで我々の方にできるので、うん、そうですね、いいかもしれない、うん、はい、そういうね、評価もいろいろ検討していきたいと思いますので、ね、ぜひぜひご意見とかあればいただければと思います。はい、はい、ということで、はい、
本日の質問は以上でございますが、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。今回の質問なんですけれども、うん、この動画の詳細欄にありますリンクから、ご応募いただいた質問になりますので、はい、ぜひぜひねご意見ご要望とありましたらそちらの方からいただけますとまたこういったねあの質問会とかでね取り上げられる可能性もあるかと思いますのでぜひぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ最後にヒロさんからとこ、はい、うん、この動画の配信タイミングと同時にですね、おお、来たー、ライトが当たって反射しちゃってるかな、あ、でも大丈夫じゃない、はい、大丈夫だ、うん、でサントラが出来上がりましたので、ね、こちらを皆さんご購入いただいてディスク2もね、すごい、はい、見ていただければ、ね、そうなんです、2枚組なんですよ、すごい、こう、おお、あー、イラスト、イラスト入ってる、イラストも入ってて、あ、はい、で中にはライナーノートみたいなのもあったりしますので、へー、ちょっとチラ見したいです、チラッとチラッと、これサンプルだからあんまりできないんですけど、まあ、こういう、あ、すごい、すごい、 CD のイラストが、おー、おー、おー、やばい、かっこいいね、はい、しますんでっていうね、全然見せないっていうね、いや、いいですね、このリアクションをね、見て、はい、ぜひぜひ、はい、なっておりますんで、はい、皆さん、こちらも全47とかですっけ、全、42曲入ってます、はい、であとウェブの方で、ね、ダウンロードできる、ね、2曲ね、ダウンロードできることもありますので、ぜひぜひお楽しみに、はい、よろしくお願いします。なんか詳細欄に載せたね、購入リンクみたいなのも、そうですね、なんか、はい、あると思いますの で、 すので、こちらからどうぞよろしくお願いします、はい、チェックいただけると、はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね、バイバイ、はい、はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ファイナルファンタジーブレイブ X ビアス公式 Twitter やっております、詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてくださいね。こちらのチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、下の赤いボタンをタップまたはクリックでできるのでぜひぜひよろしくお願いします。ではまた見てね、バイバイ。